スマー、レントアウトインジャパン002、お足元の悪い中、お越しいただきました、5SEK、お越しいただきまして本当にありがとうございます。アウトインジャパンとは、日本のセクシャルマイノリティにスポットライトを当て、多彩なポートレートをさまざまなフォトグラファーが撮影し、5年間で1万人のギャラリーを目指すプロジェクトです。002にも参加させていただきました。パートナーと一緒に参加させていただきまして、10年ぶりぐらいに人前でチューをしました。東海地方でただいまラジオパーソナリティ、そして MC など、そういった活動をしておりますケイジローと申します。よろしくお願いいたします。元気です。はい、それでは同じく本日はケイジローさんと一緒に MC を担当させていただきます、レズビアンのダッチです。私も一緒にですね002に参加させていただきました。そこの真ん中のしましまの彼女と一緒に参加させていただきました。今日はどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。それではですね、早速ではございますが、はい、皆様お待ちかねだと思いますので、お待ちかねの方々にご登場いただきたいと思います。このプロジェクトで230名を撮影されましたSBKさん、そしてただいま上映中のレッドにご出演中の平間宗一さんとソニーさんです。それでは大きな拍手を持ってお迎えください。それではですね、今日は関係者以外の方はお写真の撮影の方は固くご遠慮願いたいと思いますので、申し訳ございませんけど、はい、関係者の方々のみとさせていただきたいと思います。それではですね、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それではですね、皆様に順に一言ずつ、言葉の方をいただきたいと思うんですけれども、アウトインジャパン001、そして002で、230名撮影をしてくださいました、写真家のレスリー・ヒーさんからお願いしたいと思います。はい、すごいいいですねこのマイク。まあ何よりも本当に来年の春までにはとりあえず1000人を撮りたいと決まったので、とりあえずほぼ4分1になんとかスタッフのおかげでみんなの協力でなんとか達成しました。で今日も本当にまだ見てないんですけども、本当に嬉しい。いろんなところでいろんなこのアウトインジャパンが僕たちのこの気持ちってこのスピリットをどんどんいろんな人に見てもらいたい、知ってもらいたいなので、今回この豪華な場所でさっき聞いたんですけども、全部41公演の毎回600人が見るので、ほぼ2万5000人ぐらいが見えるから、それだけでもここに飾る の意味がすごいあると思って、きっとこの2万5000人のお客さんたちが見た時に何か のメッセージがいただいたらいいなと思って、今日はまた改めて第2回目できるのでとても嬉しいです。本当に今日は参加できて嬉しいです。ありがとうございました。続きまして、国交シアタークリアでも今上映中のミュージカルレントにご出演のキャストの皆さんにも、お話をお伺いしたいと思います。レントでは劇中に LGBT の、キャラクターが多く登場いたします。また今回のレントではレスリーさんがポスタービジュアル、ビジュアルを撮影しておりまして、その人気写真集持っていらっしゃるんですね。こちらスーパーシリーズとともにコラボして、公演プログラムも発行いたしました。それがご縁でスタジオ提供やメイキャップなど、撮影協力という形でレントとアウトインジャパンのコラボがスタートいたしました。それではレントではドラッグクイーンのエンジェル役を演じられております平間宗一さん、はい、一言よろしくお願いいたします。平間宗一です。そうですね、レントに関わることができて、たくさんの愛を学ぶことができました。そしてこの素敵な企画に関われたのもレントに出れるっていうことが決まってからだと思うんですけど、レスリーさんにお会いして、レスリーさんも愛にあふれた人間で、
でこの写真一つ一つ見てもすごい愛が伝わる作品だなって俺は思っていて、こういう素敵な場所に今こうやって入れることを感謝しています。本当に今日は短い時間ですがよろしくお願いします。山さんありがとうございました。それでは続きまして、バイセクションのパフォーマンスアーティストでもありモーリー役を演じられますソニーさん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。レントでは、バイセクシャルの役のモーリーという役を演じるんですけど、私自身そうですね、 LGBT っていう言葉自体を、はっきり認識したのが何年前ですかね、もう 7,8 年ぐらい前になるかな。自分が司会をしていた番組で LGBT を取り上げて、その時に当事者の方々にお会いして、でたくさんお話を聞いて、そこからもうずっと私は友達にも呼ばれて LGBT フレンドリーソニーっていう風につくぐらい、私はすごく何でしょう、このレントの役っていう役を通してでもそうですし、普段の生活でも理解ができない方に理解をしてもらえる、なんていうの、架け橋みたいな感じになればいいなと思って、常に心にそういう気持ちがあります、こうやってまたアウトインジャパンという形で、参加することができて本当に光栄に思っております。今日はよろしくお願いします。ありがとうございます。それではですね、このプロジェクトですでに230名の撮影を得られましたけれども、被写体の皆さんの印象などですね、レスリーさんの思いとか聞かせていただけますか。印象がもうね、それぞれみんなのね、本当に物語があるから、人によって本当に1本で、まあ、1本は短いけど3分で終わると思うし、10分で終わる人でもいいんですけど、私とてはそれ1分か3分も10分も全て時間でなくて、自分の中では深くそのみんなとのその姿とそのアイデンティティを、自分の心から彼らの存在を自分の目で自分の気持ちで認識して、そこで切り取ったの写真はここ全てになります。こうやって自分の仕事以外、少しでも自分が愛する国日本に貢献できること、そして本当に自分にとっても仲間の皆さんに、なかなか毎日仕事の中で会えないのは方々からみんなから勇気もらって、逆に私が撮影して皆さん参加してくるのはこっちから感謝したいです。だからまだまだ私は旅が終わってないから、もう撮影した方はぜひ応援して続けてほしいですが、本当にまたよろしくお願いします。ありがとうございました。それではですね、第1弾の撮影でも、参加していただきましたソニーさんからね、はい、はい、よろしいでしょうか。はい、ですね、アートインジャパン、はい、こちらのですね、プロジェクトについてなんですけども、いかがですか、ちょっと参加してされて。ちょうど、あれは第1弾なんですか。第1弾、はい、の時にレントのプログラムも同時に撮影してたんです、うん、そうですね。で、私もちらっとレント代表としてあそこにも映るんですけど、皆さんに混じって写真に入ったりとか、ソロショットも撮っていただいたんですけど、そうですね、はい、撮っていただいた、本当に私スタジオ入った時鳥肌が立ったのをすごい覚えていて、なんか、まあ、レスリーのレンズを通してなんかみんなの本当に物語というか人生がスタジオに全てこういう風に貼ってあったんですよ。ずーって溢れてきて、なんかすごく改めて、なんだろう、このレントという作品もそうですし、 LGBT っていうものに少なくとも番組だったり関わってきたことにすごく私は誇りを持ったし、でまた何回かイベントとかも参加してきたんですよ、レインボーパレードとかもね、はい、でもアートインジャパンっていうまたこの今の時代ならではできるこの企画にまた参加できていることっていうことにすごく私は嬉しく思いましたね。で、実際なんか原宿の方でね、はい、見に来ました。ギャップで展示会やってましたね。5月ぐらいで、4月ぐらいでしたっけ、やってました。4月のゴールデンウィークの、ね、21、22、
25、ゴールデンウィーク本当だったりね、行きました、あれも圧巻でしたね。まだどんどん増えていくんですよね。そうですね、はい。で、私今発見しちゃった、あのエストのレントのエストのアンディも、そうなんですよ、今日のアスターに2分頃戻ったのね。戻ったの、思っちゃったんですけど、そうね、実はアンディ言うんですね。ねえ、すごいかっこいい。だからなんかこれを見てね、レントの人たちがなんか絶対感じると思うんです、見に来た人たちが。絶対すごいメッセージあるけどね、すごいね。あの作品、例の作品自体がもう10何年前、20年前は衝撃だったかもしれないけど、今ってもう多分すごく日常に近いテーマがたくさん散りばめられてると思うんですよ、例の。なんかそれを改めて現実として実感しやすい、うん、そうね、あのコラボレーションなんじゃないかなと思っています。ありがとうございます。今回のレントのビジュアルポスターなんですけれども、レスリーさんが撮影されたということで、はい、実際にそのジャルさんのレスリーさんの撮影で、はい、撮影の印象だとか、はい、あとはその普通の中で本当になったことなどございますか？そうですね、実際に僕の中でエンジェルが始まったのはもうこのレスリーさんの撮影の時からが始まりであって、で、あのドラッグクイーンの仕草だったりとかポーズだったりとか衣装だったりとか初めて身につけるものだったので、本当にゼロだったのでどうしていいか分からなかったです。はい、でその中でレスリーさんがもっと腰手上げて、お尻出して手上げてっていう指示をいただいて、あ、こういう風に女性のラインを出していくとかっていうのを学んでから、あ、全然勉強不足だし、これから稽古が始まるにあたってもっともっと勉強しなきゃいけないんだっていうところがもうこの撮影で学んだことというか、まあ、レスリーさんに撮っていただくことだけでもすごい誇りに思うことなのに、なんかそれ以外のこと、お芝居に関することも全部教えてもらって、すごい勉強になった撮影でした。全然ご了承ありがとうございます。しかも今回はですね、レスリーさんの人気写真集あシリーズでスーパー、ね、はいはい、とデントがコラボして、はい、公演プログラムになるというとても画期的な試みもあったそうですね。レスリーさんとかいやいや、もう本当に感謝、まずね、感謝数が多すぎて、今日のメンバーみんなあの参加したアウトチョッパーだけじゃなくて、もちろんレントのまず本当にプロデューサーから、ね、あと本当ここに取材する人たちに、こんな私が自分がやりたいのとしてね、日本にあの自分の中ではこのスーパーシリーズはあのいろんな意味でインターナショナルの本当にアーカイブとして残したいと思ってます。それが人の写真集なのか、一つの、 あのファッションのブランドなのか、それは今回初めてミュージカルなのか、それはコラボできてれば本当に新しいの自分 の、 あのチャレンジができました。で、あと本当に今回もね、カウンジャパンが全てサポートしてくれたのギャップジャパンが、それ衣装がないと僕たちもコマ立ちできないし、しかもまだ続けてずっとサポートしてくるから、本当にたくさんの本当に企業だけじゃなくていろんな人、本当にみんなのクリエイターも含めてが信じてくれるからここまで来ました。ぜひまたこのレントからアウンジャパン、そしてこういうシリーズ の、 あのライブワークをまた続けたいと思います。ありがとうございます。ありました、ありがとうございます、そしてですね、また来年6月に、シアタークリエで、上映することが昨日発表されました。柿澤隼人さん主演、そして平間宗一さんも、はい、またご出演されるダニー&ベイビーキース・ヘリングの生涯でも、レスリーさん、そしてアーティンジャパンのコラボレーションが決定いたしました。ということで、レスリーさんもなんと、キース・ヘリングが大好きだということで、はい、一言どんなところが魅力なのか、大好きなところを、ね、なんか教えていただきたいと思います。私は基本的にすごく鮮やかでハッピーでカラフルで、全然関係ないんだけど、自分の家庭でね、自分の誕生日が4月5日、キースの誕生日が5月4日なの。4、5と5、4で別に意味ないんですけども、その偶然が昔からすごく気になって、で自分もニューヨークを住んだ時にキースの原点といろんな本当に出会ったのクリエイターたちも結構あったりしました。それで今回ようやくまさかこのレントに続くで、もうすぐ間もなくこれがまたコラボできるのは、また新しい夢ができて、またぜひ皆さん、企業の皆様できっと会えると思いますから、その時にまた何を作るのは楽しみにしてください。ありがとうございました。はい、
それではですね、平間さんは、キース・ヘリングの友人、しかも写真家の、ツインパンチ役、ということで演じられるそうなんですけれども、はい、意気込みをですね、一言よろしくお願いしたいと思います。そうですね、すごい普段から取材をさせてもらったりとか、いろいろカメラマンさんと出会うことは多くて、でその中でやっぱりある一瞬を残したいっていうことがあると思うんですけど、そういう人たちってこう普段歩いてる時に見えてるものが違うんじゃないかなと思い、それこそこういう写真を見て何を思うかっていう、ここら辺に浮いているものを形にしたいって思うんだろうなと俺は思って、これからそういうところから役作りをして6月頑張っていきたいなと思っております。ぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。キヨさんという方におっしゃっているそうなので、一言いただきたいなと思うんですけれども。キヨと申します。僕はその第1弾のところで、We Are One という曲を提供させていただいたんですけれども、僕自身は17歳の時に、CD デビュー、キヨタカという名前で知っているんですけれども、その時にやっぱり自分がゲイだってことをなかなか言えずに、それでずっとその隠して音楽活動してきたんですけど、5年前にアメリカに行って、でアメリカで同性愛がどん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 その認められるようになってきて、でそのために活動している人たちにたくさんあって、で僕自身もその方たちにものすごくこう勇気をもらって、でその気持ちを今度日本に帰ってきた時に、返したいなと思って、それで今回このアートインジャパンに、ね、参加させていただきました。こうやって僕もアメリカにいた時にサム・スミスだったりとか、いろんなそのセレブリティ、そして名前がある人たちがどんどんカミングアウトして、それが一般の人たちにすごく勇気を与えたと思っていて、で僕も本当にそのなんか端くれみたいなもんですけれども、でも本当にそうやって歌ってる人だったりとか、そういう人たちがカミングアウトするっていうのはものすごく影響力があると思ってます。僕も微力ながら、何か協力できたらいいなと思って今回していただきました。もうレスリーにもね、本当にレスリーとの出会いで僕も決心したようなところがあるので、本当に感謝。いや、こうしてます。よろしくお願いします。じゃあ、ちょっと、面倒に行こう。ああ、いいですね、いいですね、はい。ありがとうございます。はい、こちらです。ありがとうございます。どこ見ればいいですか？真ん中。手上げて目線いただいても。手上げて、手上げたら見ますよ。はい、いかがでしょうか。イベントの方を終了させていただきたいと思います。本日は取材をありがとうございました。ありがとうございました。